皆様こんにちは、てるてる百貨店です。すぐみ列伝にお越しいただきましてありがとうございます。今日のご紹介するプラモデルはこちらになります。144分の1のムーンガンダムになります。こちらは、ガンダムね、機動戦士ガンダムの、派生系のね、ストーリーの中の、ムーンガンダムというのがありまして、こちらもともとね、いろいろサザビであったりとか、ガンダムね、4号機、5号機とかね、いろんなやつと絡んだ、機体を、改造して、このムーンガンダムというのがね、生まれているんですが、この辺の肩の周りがね、サザビの形状であったりとかね、そういうとこ似てるんですけど、特徴としてはね、この背中の部分の、ファンネルね、月の形の、ファンネルが特徴的になっております。で、こちらはね、すぐみ列伝になりますので、プラモデル自体のね、ご紹介というよりかは、すぐみ、無塗装、無加工で、買ってきた状態で、そのまま作ったら、どういう仕上がりになるかといったご紹介になっております。これからね、このムーンガンダム、購入しようかなと考えている、方とかね、あとはお子様がね、欲しいと言って、購入して、作らなきゃいけないお父様とかね、本当にね、そのまま作ってどういう仕上がりになるのかといった参考の動画になればと思っております。はい、まずこちらね、前面になります。基本的に、すぐみ、無塗装無加工で作っておりますが、前面の方ね、こんな感じで、顔の部分であったり、胸のね、黄色い部分、あとはこのね、お腹周りの、ブルーと赤の、2色。あとはこのバーニアあたりも、私特にね、色は塗っておりませんでして、ただね、こんな形で、色分けは、ちゃんとね、されておる形になっております。あと、昔からあるね、昭和とかね、そういった時代の、ガンプラを作ってた人から、するとね、大変ありがたいのが、この、つま先ですね。この足の甲の部分とつま先の部分がね、色が違うんですけど、前のね、ガンダム、HG になる前のガンダムはここ単色だったんですけど、今はね、こんな感じでちゃんと2色で分かれておりますので、すぐみでね、作っても十分この仕上がりになっております。それでは続きましてね、背面になります。背面に関してはね、こちらね、ムーンガンダム、はい、パネルがね、ついてるので、大変見にくいので、ちょっと一旦ね、こちらの背中のね、パネルを外させていただきたいと思います。はい。こちらはね、背中、バックパックにね、ついている形になります。はい。こんな感じでね、はい、外させていただきました。背中に関してもね、こちらね、こちら、ムーンガンダムのね、特徴になっている、この月の形のね、ファンネル外すと、こんな形で、バックパックとついております。で、背中に関してもね、こんな感じで、こちらね、サーベル類であったりとか、バックパック、あとは腰回りもね、こんな綺麗な感じで、すべてね、色分けされております。足の部分もね、綺麗に、色分けされております。はい。続きまして、ちょっとね、右斜め前からの形、ポーズになっております。ちょっとね、前鏡になってるのは、このね、背中に背負っているファンネルが重たいので、ちょっと前鏡にしております。はい。横からのね、特徴としてはこちらですかね。足の部分のバーニア、こちらの部分に関しても、パーツが分かれているので、特にね、色をね、塗らなくても、こんな感じで、足とバーニアは色分けされている形になっております。はい。続きましてね、左前からの、ポーズになります。こちら、肩のね、アーマーの中、黄色いね、色のバーニアが見えてると思いますけど、ここもね、特に塗装しなくても、こんな感じで色分けされております。あと腕に関してもね、手の部分であったり、この腕の、上下ですね、肘の部分であったりといったところも綺麗に色分けされているので、こちらもね、色分けは、綺麗にされているかなと。あとこのすねの部分もね、はい、ここも塗装はしてないです。しなくてもね、こんな感じでパーツが色分けされているのと、あとこの膝の部分もね、細かくパーツが分かれているので、こちらとこちらね、
はい、こんな感じで、綺麗に完成することができますといった形になっております。あとは先ほどのね、このムーンガンダムの特徴である背中のね、こちらパネルはね、これ一つ一つ、外れます。ね、ニューガンダムなんかでね、背中のね、パネルのパネルが外れないものもありますけど、こちらはね、逆に、一つ一つがね、綺麗に、外れる形になっております。で、裏面はね、こちら、ムーンガンダムの特徴であるね、赤い、透き通ったパーツで構成されております。こちらもね、こんな感じで、綺麗に、ね、色分けされておりますし、こちらね、一つ一つがね、外せますのでね、別途買ってきたね、ガンダムのベースね、飾り用のあのガンダムベースなんかにね、つけていただけると、飾れるかなと思います。はい、以上となります。こんな感じでね、ちょっと一旦、背中の方に戻させていただきました。はい、以上となります。ちょっとね、ポーズをつけて飾りたいと思います。はい、こんな感じになっております。ちょっともうちょっとこういう角度ですかね。はい、今日ご紹介しましたのはムーンガンダムになります。こちらね、144分の1キットで、今回ねご紹介しているのはすぐみで作っております。こんな感じでね、特に無塗装無加工でも綺麗に仕上がりますので、ぜひぜひねご購入の参考にしていただければと思っております。はい、以上となります。今日はすぐみ列伝ムーンガンダムのご紹介でした。てるてる百貨店てるかいだでした。バイバイ。